はい、11月12日の朝なんですけど、まあ、ちょっとねまた移籍関連の衝撃のニュースが入りましたね。 J1 の生え抜きミッドフィルダー高峰智樹が移籍決断、 J1 柏に電撃移籍へ。今のところ移籍報道が出てるのは興梠選手とシャビエル選手の2名なんですけど、まあ、ついに3人目の報道ということで、しかもねよりによって高峰選手の移籍報道が出てしまいました。まあ、毎度おなじみでこちらもまだ公式発表ではなくてただのニュースのため真偽はまだわからないという形です。まあ、それでもねついにあの大卒トリオの一人にこういう報道が出てしまったっていうことはねちょっと残念ですね。かなりねツイッター上でも嘘だろみたいな感じで湧いてますが、じゃあコンサドル札幌の高峰が電撃移籍することが11日分かった。柏からオファーが届いており、この日までに自身初の移籍を決断した。地元札幌出身の高峰は札幌アンダー12、15、18の下部組織で9年間育ってきた生え抜き、高3の時に直接のトップ昇格にはならなかったが筑波大で成長、大学経由で目標だった札幌への加入を叶えた。ルーキーイヤーの2020年からリーグ30戦に出場し、アンダー23日本代表キャンプにも選出など頭角を現すと、21年には38試合全てに出場するなど不可欠な戦力。プロ3年目の今季は怪我で26戦出場も主戦場のボランチや左ストッパーで貢献、ミシャが掲げる走り戦う姿勢を象徴する存在として大きな力になっていた。同期のディフェンス田中俊太、ミッドフィルダー金子拓郎との大卒トリオとしても入団からチームを支えてきたが、柏からも高い評価を受け新たな環境での飛躍を選んだ。札幌としては今季終盤戦で同じボランチを務める駒井深井も負傷による長期離脱を余儀なくされており、補強も急務となりそうだ。はい、ということでね、高峰選手、柏レイソルへの移籍報道っていうのが出ております。多分皆さん思ったのはね、国内かっていうのと柏かっていう感じだと思うんですけど、まあ実際柏レイソル札幌より毎年順位は上なので、まあ、ステップアップといえばステップアップなのかなとも思いますね。それにしてもね、高峰選手、まあここにも書いてありますが札幌出身で、まあ、いわばバンディエラって感じなので、次期キャプテンも高峰選手なんじゃないかっていう皆さんの期待もあったと思うんですけど、ここでねまさかのまさかで国内移籍っていう形だったので、これはちょっと非常に驚きましたね。まあまだ分かんないですけどね、真偽は。なんかこういうニュースってね、どんなタイミングでどこを取材して出してるんでしょうね。要は何しに柏へ。いや、そうなんですよ。なんで柏なんだっていうのが多分一番大きいですよね。まあ、筑波大学出身なので、茨城県とかそういう関東には4年間住んでたと思うんですけど、柏って千葉県のチームじゃないですか。だから同じ関東で、まあ何かの思いがあって柏に行ってるんでしょうね。高峰移籍報道飛ばしじゃないの、移籍するなら海外しか考えていない、ドルプトムントに行きたいとか言ってなかったっけ、黄色しか合ってへんやんけ、タイでの試合でゴール決めてエンブレムの上でハート作って報道を否認してほしい。まあ、そうですね、高峰をはじめとしてあの大卒トリオは次移籍するならまあ海外だなってことが、まあ、ファンの中では言われていましたが、うん、ドルトムントに行きたいって高峰は言ってたんだ。まあ、確かに共通点は黄色っていうところしかないですが、まあ、ちょうどね報道が出たのが12日の朝今日なんですけど、まあ、12日の夜にね高峰選手も行ってるアジアチャレンジ in タイでのね試合があるんで、まあそこでちょっと何かしらの動きがあればっていう感じですね。ちょっとわずかな希望ですが、そこは託したいと思います。移籍先が柏なのが納得いかないって言ってる人多いけど、これあれじゃない、移籍報道でよくある鹿島と柏を間違えるやつ。いや、一番間違えたらあかんやろと思いますけどこんな間違いするんや、よくあるってよくあるんだ。まあ、鹿島アントラーズでも、まあ、鹿島アントラーズ行っちゃうんかって感じではありますけどね。まあ、移籍先でずっと試合出れないみたいなことがあったらこっちも寂しいので、ここは間違えたらあかんよな。セコマが潰れた波の衝撃、いや衝撃やな。セコマは潰れないですからねセコマが潰れる日って来るんですかね、北海道で。もしかしたらセコマが潰れた世界線が北海道以外の都府県なのかもしれないですけどね。まあ、それセコマ潰れたら湧きますよね、いろいろツイッターとか掲示板とかも。それぐらいの衝撃ですわ。確かに郷土愛チーム愛なんてそんなの嘘、サッカーを仕事としてやってる人たちなんだから、そんな幻想に期待してはいけない。金、希望するポジション、生活環境、これが全て。宮沢にも深井にもきっと移籍しないなんて淡い期待を寄せてはいけない。おい、どうしたこの人どうした
やけになってるぞ。この人何も信じれなくなってますね、完全に。幻想とか言ってるからな。まあ確かにこの通りといえばこの通りですね。まあ一社会人といいますか、まあ、生活環境もね、お金もどんどんステップアップしていかなきゃいけないっていうのがプロの世界なのかな。ですので、まあこういうのも受け入れざるを得ないって感じですよね。本当ならね、私はフロント、高峰くん、こっち来たら給料倍で、君の本職であるボランチだけで起用させてあげるよ。これ言われたら国内でも揺らぐわ。確かに。給料倍ってことはどんぐらいになるんだ4000万とかかな。まあ先週的にはね、給料も上がって自分の希望するポジションもできてって感じだったら、まあそれが揺らぐのは当然のことですよね。確かに。特になんか柏は意外と金あるみたいな話をよく聞くので、まあそれが原因なのかな。ぜひ見てください。おい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 、本人本人YouTube、坂東龍二さんの YouTube にね、ちょっと出演してるんですけど、まあ、これタイにいる時のツイートで、ちょっと時差あるから日本と、たまたまそれがあの高峰選手の移籍報道とぶつかるっていう、すごいこれちょっといいタイミングというか悪いタイミングというか、まあ後でね、この動画もゆっくり見ましょう。はい、ということでこのチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌について情報を発信しております。よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それでは。